耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジいらっしゃいませこんにちは。耳ぐすいラジオは店長玉純こと玉城純と看板娘のあずあずこと能見あずさの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組です。この番組のスポンサーは泉崎ファミリー歯科チュンチュン堂 with やぶさち沖縄肩増し専門サロンティーグスイ沖縄健康追求ラボ温活アロマサロン&スクールベルガメアスターズの提供でお送りしております。はい、本日もよろしくお願いします。本日は収録放送です。ちょっとグスラジの、紹介からしたいと思います。グスラジはですね、体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組です。健康っていろいろありますけども、むくみっていうのが、まあ、一つの不健康の象徴ですよね。あなたの体はむくんでいませんか？グスラジでは心と体のプロのメインパーソナリティの2人がここ沖縄の那覇から健康に関するさまざまな話題と時にはゲストを迎えて健康についてお話しします。本日はタマジュンとシューピーとアーイがお送りします。自分と家族の健康を守れる人を増やしたい、そんな思いでお送りする耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ、ぜひお楽しみください。では自己紹介、タマジュンです。店長タマジュンよろしくお願いします。理学療法士で沖縄でフリーランスでやっております。はい、シューピー。はい、シューピーこと中修司です。私も理学療法士してます。主に通院の患者様を担当してリハビリしています。あとは、学生さんだったり、沖縄中の、ね、理学療法士の皆さんに教育っていう面で携わっています。以上です。はい、はい、アイです。柔道整復師です。日頃は整骨院で骨折捻挫脱臼打撲などお怪我のケアを行っております。はい、この3人でお送りします。店長の玉順とコックのシューピーとバリスタのアイですね。CM の後は、テーマ発表したいと思います。はい、健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨モティエ当てゲームをしたりキャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。脳卒中肩増し専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか？
から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジ。はい、というわけで今日もよろしくお願いします。お願いします。ぐすラジオですね、 FM 那覇さんから毎週月曜日の15時から放送しております。本日は収録放送ですね。収録の模様は Facebook や Twitter で生配信しておりますので、リアルタイムでぐすラジオをお楽しみいただくこともできます。あとは、見逃した方、聞き逃した方は、YouTube もしくはポッドキャストで過去の放送分もいつでも聞くことができますので、耳ぐすいラジオと検索してみてください。ぐすラジオは12月までですが、はい、データは残りますのでいつでも聞いてください、はい、というわけで本日のテーマを、はい、お願いします。今日のテーマは医療職あるある。はい、おい結構ちゃんと聞きましたね。聞きましたね、うん、よかった、間に合って。あ、間に合ってた、はい、ギリセーフちゃんとやってました医療職あるあるですね、はい、このテーマ、はい、まあ、医療職あるある、ね、うん、まあ、なんかその業界にやっぱいろいろあるあるがあると思うんですよね。そうです ね、うん、まあ、医療職、まあ、自分は理学療法士っていう資格で、うん、まあ、病院働いたりとかして、はい、愛はね、柔道整復師で接骨院でも働いてますけども、うん、ちょっとね、はい、医療職あるあるをね、うん、まあ、関連職種も含めて話していきたいと思いますけども、はい、何ですかシュウペイさん、気持ち悪い表情、超気持ち悪いマジで、あのこれね、乗っけから気持ち悪いが広がる、マジで、なんていうんですか、あの今ねライブ配信ではシュウペイ映ってないんですよ、はい、だから見えないんですけどぜひ YouTube の方で、ね、シュウペイ見てもらうと、まず医療職あるあるっていう話をするんですけども、金髪具合がやべえマジでお前クソじゃないみたいな本当、ね、こいつ医療職じゃねえだろぐらい、うこれ、ね、こう髪が抜けてきてるんですかこれ、ね、いや、なんでしょうねこれは ね、これ緑入れたんですか、これは、これ今ね、YouTube の画面上はもうほぼ金髪です、うんうん、光の具合もあってなんかちょっと外人っぽく見えてる ね、 ね、ちょっとねカナダの血が入ってるかもしれない、なんかドラゴンボールのキャラクターに、ね、ドラゴンボールだねこれ、ドラゴンボール目からかけたドラゴンボールだね、うん、悟空かな、あ、違う、ご飯だご飯、でもこれのおかげでね患者さんから大人気っていうね髪がすごいって言われるまあまあそれはそう言うでしょう ね、 ですよね、みんなあってなるわどうしたの何があったって、ね、そんな金髪のシューピーの医療職あるあるどんなんですか医療職あるあるね、あるあるですね、調子乗り始めて金髪にするみたいな、いや、そうね、辿ってもらえば分かると思いますけど、シューピーこれないないだね、ね、ないないですね、ないないはよくやるんですよ自分、ないないですね俺金髪にしたことないもん、こんな働いてから、いやすごいっす ね、 ね、金髪にしたの自分ともう一人、あのすごい上司がいて、うん、その二人しか見たことないですけどね、すごい ね、うん、ね、まあまあ医療職あるある、そのなんか看護師さんは比較的紙で遊ぶ人多いかなと思うんですね、はい、うんうん、多いですよね、理学療法士とかリハビリ関係の人とかよりは、うん、看護師さんの方が、うん、まあ、なんか病院も他の企業もそうなのかな、こう紙の、うん、なんていうんですか、この度数っていうの、何ですか、うんうん、カラーの何なんかあるよね、ありますね、なんかこの色が男性より女性の方が染めていいんだよね、うん、ってあるんですよ、へー、 あるんですか、そうそうそう、あのカラーの何番までみたいな、あ、うんうん、色何番で色のありますね、うん、なんだけど、ね、男性は何番まで女性は何番までみたいなのがあって、女性の方が色を染めていいんですよ、はいはい、っていう基準があるんですけど、まあ、シュウペイは確実に男性女性含めてダメなとこだけど、うん、そもそもブリーチで一回バーって抜いてますから根こそぎ抜いてるんで、これ、まあ、全然完全アウトですけど、まあ、そういうのがあって、だから比較的なんか男性より女性の方が髪で遊んだりとかするなっていうのが大きな病院で看護師さんあるあるかなと思いますよね、確かに女性の方が明るいイメージですよね、うん、でもまあ、その範囲がね認められてますからね、その方がなんかでも印象的にもいいかもしれないですね、なんか女性ってその花っていうかね、職場の、うん、だからその華やかさ、うん、あ、今花なんですか、ちょっと 花ですね、花になっちゃってる、完全花どころか僕星ですうるせえわうるせえ、ね、まあ、でも本当にこの画面上、あの YouTube の画面上本当に星だもんね、うん、星ですね、金だよね、金髪、金髪ですね、金だよね、完全に金で、そうですね、ちょっと水、そうですね、あ、うん、いやいいですね何がいいんだ、まあまあ、自分誰も褒めてくれんから、ね、でも色しかあるある戻りますけど、はい、戻りましょう、重生、あの接骨院とかの、はい、あるあるってどんなのがありますか、拘束時間が長い、拘束時間ね、はい、スタート大、あ、まあ、それ、まあ、結構によって違うけど、違いますけど、よくあるのって、まあ、9時10時からですよね、大体それぐらいですよね、始まるのがね、
でお昼に一旦休憩、うんうん、3時間休憩ぐらいだったりしますね。2、3時間ありますね、はあ、3時間でまた3時とか4時から始まりの、うんまあ、9時10時ですね。だから何接骨院にいる時間っていうか、まあ、途中昼休憩で出ていいけど、ね、なんだ12時間ぐらいとかいるってことですもんね。へが何スタンダード、スタンダードですね。どこも普通なんですか、ね、どこでも普通なんですか。あ意外にそう普通ですね。一般的な感じですよね。で中休みがないところもありますね。中休みなくて夜までやるんですか。そうそうそう、そうちはあの、まあ、違う、まあ、店舗あるんですけど、うん、11時から9時、まあそうなんか勤務時間ずらしたりするとまだいい方ですよね。ずらしたりとか、はあまあ、まだいい方ですよね。この勤務時間が遅くしスタート遅い人とすれば、うんうん、まあまだ勤拘束時間も短いけど ね、 なりますね。昔ながらの接骨院はもう、うん、朝8時に行って準備して9時ぐらいからやって十、はい、何時間いるとか、うんうん、ありますね。普通にありましたよね、うんうん、あるある。率直にきつくないんですか。いやでも そう、それが当たり前だと思ってやってたので、うん、そうきついって思ったことがないっていうのも、うんうん、あの事実あります。普通だからよく、うん、今はでもやっぱ子供もいて夜がちょっと働けないので、うんうん、その回数が減ってるんですけど、うんうん、いやよくこれを 5,6 年やってたなって自分でも思いました。それがねあるあるかな、普通だから、うんうん、そうね、家族さんいるからやっぱね、うん、その夜朝早く出て夜までってなったら ね、 そうですよ ね、 ね、そう働きか今ね働き方がうんぬんっていう中でも、うん、こういう、ねね、昔ながらのがずっとあるっていうのは、うん、まあ、難しいですよね。そのどうしても体がね、そうそう、何か問題がある方って仕事してたりすると、そうなんですよ、ね、はいはい、仕事後に ね、 そこになっちゃいますね、来たいとかね、うん、あったりとかね。でもその午前中はね、まあまあその仕事してない高齢の方とかも来るかもしれないってなってくると、うんうん、まあどっちもなきゃなってくると勤務時間が長くなるっていうね、拘束時間が長くなるっていうのがあるあるですよね。PT さんは PT ある何かな、PT 何があるのかな。自分たち世代はなんか比較的運動部が多いね、うん、あでも運動部多いね。運動部出身多いんじゃないですか。体育会系ってことですか。体育会系多いですね。体育会系が多いね、うん、何かしらこうスポーツで自分もこうなんだみんなね、自分もスポーツやったからそういうなんか経験があって、うん、そうですね、ね、体のことをちょっと職にしたいみたいな、うんうんうん、人生も多い、人生もめちゃくちゃ多いですね。確かに体育会系めちゃくちゃ多いですね。運動部からの多いですね。それこそもううんうん、ちょっと多い、比率としては多いなっていう。そうですね、だいぶ多いかもしれないですね。理学療法士だけでいうと女子男子率とか半々が多いですね。あそうですね、なんかすごい珍しい職種ですね。そうですね、医療の中では。確かに確かに、お医者さんは、まあ、男性ちょっと男性寄りじゃないですか、うん、日本でいうとね、うちも完璧に看護師さんは女性寄りだしね、男性職ですね、男性職ですね、本当に。 PT はそうですね、本当だ半々ですね。作業療法士 OT は女性が多いかな、うん、ちょっと女性ちょっと多いかなって感じですけどね。言語聴覚者も女性ばっかりですね、っていうような職種の中で理学療法士は半々っていう特殊、おすごい、それもあるある、特殊な職種ですね。いや言えた言えた早口言葉ですけど言えたそうですね。あだからあの大きい病院は、うん、あのね、シューピーが働いてるとことかは、あそうですね、あのあれだね、あの何勤務じゃない、職場内結婚多いですね、うん、あ多いあるある、これはあるある、大きい職場、あるある、これ大きい職場だからですかね、なんだろう、まあ、でも小さい職場はあるあるじゃないかもしれない、うん、人数が少ないからそもそもなんかあるあるまでいかないかもしれない。ああそうかそうか、そうですね、ずっと一緒にいたらまあありえるかもしれないですけどね、うん、ああそうか、確かに、うち医療職ってこうね男女いるからね、うん、そうですよね。例えばなんか、土木系の方って、まあ、女性比率少ないから、うんうんうん、まあ、あるあるなりにくいじゃんね、そもそもね、うんうんうん、ね、医療職ってこうある程度こうどっちもいるからね。確かにですよね。この話題を高校生にやると、うん、キャーみたいな感じになるんですよ。なんか医療職のすごい似合いです。医療職の、じゃあ医療職のなんか恋愛ってなんか学生の中では普通禁断的な違い分かります？ドクターと看護師みたいな、うん、あんなイメージもあるから、うんうん、実は職場でこう夫婦いっぱいいるんだよって言ったら、え、なんでみたいなすごいなんかそういうイメージです。だから医療職の職場内恋愛とかってあんまり実は一般じゃないのかなと思ったりとかもしたりして、うん、実はもう、まあ、自分なんかでは普通なんですけど、そうですね、うん、その自分が前にいた病院、まあ、うんうん、シューピーがいる病院は、うん、なんかそれがありですよね。病院によっては、あの内地にいた時は
なんかそのどっちかが同じ部署にしちゃいけないみたいな、転勤させられて、あもう企業もそうですけど、昔ながらのところは、うんうん、その部署に誰かやどっちか辞めるとか、はいはい、部署変わるとか、うん、っていうのがあったり正直するので、うんうん、まあでもね多分大きな病院でもこの同じ部署にはしないとかね、 あったりとか多少のこうルールがあったり多分するので、うんうん、まあありますよね。ありますね。まあ、内地いた時この職場で恋愛をした時に、はい、すげえ上がめんどくさいから、うん、みんな言わないみたいな言わない、上が理事長とかが絡んでくるみたいな、うん、そこまで言っちゃうんですか。そうそうそう、ジャーンって言っちゃうから絶対言わないみたいな、隠し通すみたいな、超公にしないみたいなのとかはありましたね。あそうか、超めんどくさい感じ。どの職場もいるんですねっていうね。まあでもありましたよねそう。あ今コメントが、あコメントですか。あ砂川さんだ。砂川さんどうもありがとうございます。砂川さんコメントをね、ね、介護支援系、支援系は男女半々です。あ、ということです。半々なんですね。うん、あるある。そうなんだ。あるある、ありがとうございます。理学療法士同じあるあるですあでも結構あるんですかね、その後男女半々っていうか、うん、まあ、うん、まあまあそういう職種が ね共同してっていうところは、うん、あるある。なんでしょうねこれね、面白いですよね。別に多分男女比率をコントロールしてないけど、うん、あですね、わかんない、まあコントロールしてる職種もあるかもしれないですけどね、うん、あそうです、ね、あのお医者さんみたいにちょっと問題になりましたけど、ね、でも基本コントロールしてなくて、うん、学力順に入れてもそうなるっていうのは面白い、うんうん、あそうですね。確かに、うん、まあ、そういった意味でまあね、別にあるある、うん、あるある、体力が運とかじゃないですからね、うん。あとこの、まあ、理学療法士あるあるですけど、はい、あの腰痛める新人みたいなあるある。あ分かっていますいます自分もそうでした、うん、うちもそうですね、うん、みんな治す側がね、治す壊れてるっていう痛めるっていう、あの全然ね立つことできない患者さん持ったままぎっくり腰になるっていう、うん、とかねそうそう、なんかこうどうしても病院でこうね起き上がれない方とかね起き上がらすっていう時に解除する時に新人こう力任せにねでやっちゃいますからねっていう患者が増えるみたいなのはあるあるですね。誰か知らない確かに大事なるみたいな。医療職の不健康あるあるはありますけど、まず前提として体壊すっていうのがありますよね。壊すっていうのありますよね、最初は。そのことは言えないんですよ、うん、まあ、介護士さんとか看護師さんとかも多分、うん、同じですよ ね、多いですもんね。めちゃくちゃ多いですよね、うんうん、そういう看護師さんとか、うんうん、自分の分行かないですよね。あ、そうですねなんかね、看護師さんとかが自分クリニックにいる時にいた時に、うんうん、あの前の病院の看護師さんとか来て、うん、あそこ病院整形外科ありますよね、うんうん、そこには行かないみたいなちょっとなんか恥ずかしいみたいな恥ずかしいみたいですよね確かにと思いながらね、うん、行くかもしれない。まあそのなんか医療をちょっとほらね、うんうん、何働いてるから免除される部分もしかしたらあるのかもしれないですけど、あ、そうそう、ありますよね。それでも行かないですね自分でも三井でも行きたい、ね、うん、まあね、でもやってる側がだからいざやられる側になるとっていうのもあるんですよね、うん、ありますよね。ね、なんとなくちょっと、ね、見ちゃいますよね見てるから普段の処置とか、うんね、うん、この人駐車上手かなみたいな、ね、とかね気になっちゃうから ね、なっちゃいますよね。全然もう患者なん医療職じゃないっていう体で他の病院いたりしますよね、うん、あ、そうですね、そういう人いますよね。そうそういますね。実はそうそう、実は私看護師、あ、そうなんですね、なんかすげえ理解あるなと思いましたみたいな、ね、なんか専門用語たまに使った時にも普通に理解してくれたなと思いましたみたいな、ね、すんなりなんか入っていくっていう ね、うんうん、ね、そういう医療職の方いたりするね、うん、そうそうとかね、はい、いますけど、まあ、医療職、まあ、不健康、さっき言ったちょろっと出ましたけど、はい、あの医者の不養生っていう言葉がありますけど、うん、まさにそうですよね、うんうん、なんかお医者さん、まあ、整形外科医は飲み歩きますよね、はいこれどこも一緒だ、全員じゃないですよ、全員じゃないですよ、うん、全然飲まない、心当たりあるんですけど、全然飲まない方ももちろんいらっしゃるんですけど、はい、比率として整形外科医ってすげえスポコンの人が多いんですよねへえ、もう第一線でスポーツやってきましたみたいな人がすごい多くて、え、朝まで飲みますぐらいの勢いの人がめっちゃいるんですよ整形外科医、あ、外科医ですね、外科医、外科医さん、外科医多いですね。内地いた時の外科医、院長が外科医だったんですけど、はいはい、まあ、ついてったら朝の牛丼屋まで最後一緒です、うん、すごいいるんですね内地でも、もしますこんな感じで朝まで、まだ終電なくなったらもう終わりですからね、うんうん、あっちは、沖縄を途中で帰るって選択肢があるけど、そうですね、あっちは選択肢がないから、確かに
高いタクシー高いし。あですよね、うん、遠いしもそもそもだったらもう朝までみたいな感じですか、うん、始発までそうそう、ね、行っちゃおうみたいな。ありましたもん、なんか吉野家の牛丼で枕にして寝てた時ありましたもん院長、院長の横でそれぐらいめっちゃ強いんですよね。へすごい整形外科医とか外科医あるあるですね。外科医さんは比率としてすごいなんか飲むし、うん、酒も強い強いし、なんか夜とかにえなんかすごいまあまあな年齢のね、うん、院長の方とか普通によっしゃ次行くぞみたいな4件目みたいなありますからねすごい、ね、何なんだこの人たちと思いますよ。多いのかもしれないですね、うん、愛ドクターと絡んだことありますね、そのお医者さん。いやないですね、そう、まあ、そうそう、ね、機会がね あんまりないので、あまりわかんない。そうそう、だからすごいなんか面白いあるあるだなと思って聞いてましたけど、確かに、ね、自分も今の職場しか知らないけど確かにすごいです、整形外科の人たち。何年でしょうね、あの体力は翌日普通にあの、ね、うん、あの元気な姿であの、ね、手術しに行ったりとかね。すごい、すごい、本当だって手術した後に焼肉に行ったんですからね。そうそうそう、そういうあのパワフル感は何なんだろう、あれ何なんだろう、あの職種は本当にすごいですね。いや多分あの人たちは外科医にならなくても絶対成功してるレベルの人たちだなって思う人ですね。そうかもしれないですね、コントロールがしっかりしてるんだなと思って。でも完全に医者の不養生ですよね。あ、そうですね不健康だもん、どう見てもどう見てもなんか数値とか悪いとか言うもんね最近尿酸値が当たり前ですよ、その食生活して尿酸値高くなかったら逆に怖いわみたいな人とかいますもんね。それはそう本当にその看護師さんとかもね、うん、あのやっぱこう夜勤とか ね、どうしてもあるしね、ありますもんね。まあ、看護師さんとかね仲いい人とかがね夜中の1時から誘うみたいな、たまじゅん飲み行こうみたいな布団ですけどみたいなそもそももう1時ですよみたいな、うん、ね, ね, 絶対ね、いますからね。絶対夜勤上がりですよね。ね、上がりですね夜勤上がりね、純夜明けっていうね、うん、そう純夜勤明けの12時終わりぐらいの電話してくる人いますからねでもそのバイタリティはすごい、ね、多分順調に終わって気分良かったでしょうね、飲み行こうみたいな、飲み行こうありますね、ありましたね、ありましたね。で今でもあるんですけどね、シュービーリアルタイムでありますね。そうそう、リアルタイムでねリアルであります。そう、自分も付き合ってしまうからね、ちょっと良くない、自分もまあまあね、だからあの医療者の不養生ですね、医療者の不養生全体、ね、ありますよね。飲みって多いんでしょうね、だからこの医療職の飲みから来る不養生って、なんか健康で、まあ、これあのこれ沖縄医療職あるのかなって思ったりもしますけどね。そうか、沖縄なのかな、沖縄基本飲みの文化っていうかね、飲んでなんぼのところありますからね、交流会、健康画面、うん、まあ、自分のこの前にっていうか今ちょっと働いてるクリニックは飲みの文化ゼロですね。へえ、院長飲まないので全くですか。そっか、飲まないので、そもそも飲み会がないでしょ。飲めないんですか。飲めない、あ、ちょっと飲めるぐらい。あ、多分その院長も超ストイックな整形外科なので、うんうん、さっき の、うん、あの何スポコンの、あ、スポコンなんだけど、うん、飲みの方には全く入らないっていうか、もう朝からトレーニングしちゃうぐらいの、へえ、いまだにですか。すごい、もうすごい方なので、あの病院も飲まないですね。はい、あ、それぞれ飲む人はいるけど病院として飲まないね、うんうん、飲み会がないもん、忘年会の1回ぐらいね。忘年会だけ。じゃあ飲みに来ましょうが全くないんだ。送別会かな、歓迎会もないかな、送別会だ、送別会そっか、じゃあ自分がいたら耐えられないでしょうね無理だね、無理だね、飲み会ないから ね毎月のように飲み会ありますから、ね、無理ですね、シューピーは無理だ、シューピー無理だね、うん、へー、そう、だからまあ病院ね、まあでもね大きい病院はね、うん、あるあるですよね。自分がそのシューピーが今いるところにいた時って、はい、なんかいろんなこの部署に関わるので、うんうん、その飲み会全部言ってたら、うん、週4とかな普通になりますよね。そっかそっか、なる、増えちゃいますもんね、うん、なる。なんか12月シーズンとか、この整形外科の病、あの看護師さんたちの忘年会に行って、うん、部署の飲み会に行って他部署の飲み会に行ってみたいなのとかをすると必然的に多くなりますよね、うん、だって自分沖縄に友達いないのに、その前の病院だけでだいぶ夜が埋まるっていう、すごい感じでした。それで友達とか、友達とかその同級生とかいたら、うんうんうん、もうもっとやばいですよ無理だよね、無理です、無理ですね、思います、持たないです、本当それはね、体壊すわってあ、耳が痛いな、ね、チューピー壊れてないですか、誰のことかなって、あ、まあね、誰のことか分かんないけど、ね、まあ、まだね壊れてないっていうか、うん、まだなんですけどね。でもそれは、うん、
まだだから言えることでちゃんとやらないとね。そうですね、若いからいけるとかダメだ、本当ですよ、うん、若いからっていう無理はダメですよ、うん、本当にこれはダメですよってお前ややし医療職から言いますよ、ダメですよこれ皆さんダメです、本当にそうですよね、うん、自分が身をもって分かってるのでそうなんですよね、うん、でそのなんか今あの砂川さんからコメントがあって、はいはい、あ砂川さんありがとうございます、介護職はねヘルニアとかぎっくり腰が職業病ですよっていう、ああそうですよね、砂川さんしょっちゅうぎっくり腰してますか、あそうだこっちもダダ漏れですけど、ね、あの砂川さんぎっくり腰の、うん、あの砂川さんで、まあね、でもやっぱねこう人を解除するってね、うん、本当ありますよね、いや今だノーリフトが全然だし、なんか新なんか推進されてます。ノーリフトっていういわゆるノーリフト、ノーライフみたいな。ノーリフト。いやいやいや私は持ち上げませんみたいな。どうしてこれ突っ込んでいいのかな。いや違うか。ノーリフトノーライフになっちゃうと、うん、俺リフトしたい人になるの。そう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 。違うね。違うね。逆か。逆だ。ノーリフト協会ってのもあるんですよ。もう全部あれですか。機械で推奨するの。は介護機器とかそういうのが今普及してきてて、そういうのも医療なんで病院とか。うん。どんどん導入していきましょうみたいなっていうのが今進んでて、今うちの病院でもそのまあメンスヘルスケアで研修、いわゆる研修の一環でそのまあノーリフトには機器とか機材使ったその介助の練習とか知識の勉強をしたりとかっていうのをやったりするんですよ。だから体をこう今ガチムチに使うっていうのはもしかしたら減ってくるかもってあるけど、そうですね、うんうん、確かにそれも大事ですね。そう、その一方でもね、回転率とかやっぱね今現状病院もあるので、うん、そこがうまくいくかなっていうのはやっぱ今ちょっと懸念されると、ね、じゃあやっぱまだノーリフトノーライフですね。ノーライフ、そうなっちゃいますね。介護職、確かに確かに介護職、看護職、そうそうそう、リハビリ職 ね、 ね、まだノーリフトノーライフ、言いたいだけど、言いたいだけど、口癖のように今日多分言うはずで、でも普及したら本当にぎっくり腰とか今そういう職業病とかね、そうですよね、減ってきそうな感じはするんですけどね、うまくいけばね、職、まあその腰使うっていうか何か重たいもの持つとかね、うん、っていうのありますもんね、確かに引っ越し系の人とか ね、 ね、うん、まあそりゃそうだなって思うけどね、引っ越し、うん、すごいね、結構すごいですよね、なんか冷蔵庫一人で、ね、冷蔵庫から、うん、すごいですよね、持ち上げるとか、うん、人いますけどね、まあまあ医療職あるあるなんでちょっと医療職戻りますけど、あ、そうそう、すいません脱線してまた、はい、重生接骨院とかのあるあるってどんなのがあるんですかね、なんか、うんうん、接骨院のホームページってなんかすごい業者にやりますよね、あ、頼みます頼みますなんかうさんくさいうさんくさいって、ところに頼んでるとこもありますよね、ありますね、ほんとすげえなんかその人いい人なのにホームページうさんくさいみたいな、あるあるかもしれない、ね、あるあるかもしれない、なんかあるなって思う、なんかたまにこう、あれこの院長すげえいい人なのに、うんうん、なんでこのホームページ業者にしちゃったんだろうなみたいな、あるあるなのかわかんないですけど、あなんか接骨院のね特徴、うんうん、なんか似てくるみたいな、そうですね、似てきちゃう、うん、確かにあるかもしれない、あるかもしれないですよね、うんうんうん、ちょっと一旦息継ぎしますか、そうですね、はい、じゃあ一旦休憩です、はい、休憩です、何あれが休憩ですよ沖縄健康追求ラボはFacebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨模型当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。脳卒中肩回し専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港、サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして、幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジ。はい、本日のテーマは医療職あるあるということでお送りしておりますけども、はい、まあね、いろいろ医療職あるあるありましたけども、うんうんうん、なんだろうね、なんかもっといいあるあるしたいね。いいあるいいあるある、飲みすぎとか不健康とか、まあ、ちょっと職場の結婚はありかな。あ、そうですね、いいことかな。そこはいいことですね。いいことか。今のところ悪いイメージが多いですね。いいイメージなんかありますかね。いいある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 ある、いっちゃう。いや、いっちゃいますまあ、病院にいるとお医者さんに相談しやすいってありますね。あ、いいですね。そうですね、確かに近くに、うん、相談しやすいですね、うんうん、っていうのはあるかな。あ、仲良ければね。まあね、あるあるかな、あるあるじゃないか、まあ、相談しやすいですよね。でも相談しやすいですね。ね、うんうん、でも仲良くなること多いですね。やっぱその何かしらこう、うん、つながりができてくるんですよ。そうですね、うんうん、コメディカルってこう用語があるんですけど、やっぱその中で看護師、リハビリ、介護士、うん、栄養士さんも含めて、ね、うん、やっぱそのつながりができやすい。大きい病院だと特に、うんうん、だから身近なことで何でも聞けるみたいな、うん、だから自分の健康なんかあったらじゃあすぐここにみたいな、うんうん、そういうのはあれですね。あれはできる。すごくいいですね、大きい病院あるんですね。小さい病院はあんまないけどね、うん、あですね、うん、そう。あと何かな、いい話題なんかあるかな。なんかさっきのちょっと結婚と近いんですけど、うんうん、うちの会社はダメなんですけど、うんうん、やっぱりいろんな不特定多数の年齢幅も広い、うんうんうん、うちの現場は、うん、患者さんとお付き合いしたりほうっていうパターンもあります。ははあ、そうですね、そう確かにね。それでそうそうそう、結婚した先生とかもいらっしゃるんで、うん、まあ、そうですね。前僕の何母校に患者さんと結婚された方いましたね、うんうん、でいますよね。患者さんといましたね。あ、そうだ、ね、うん、そういうのもね、ありますね。ありますね、あります。場所によっては。なるほど、うちはダメです。うん、はい、うちはダメです。まあね、部署によりますよね。そうですね、外来とか、うん、なんだ、接骨院とかだったら年齢層が比較的ね、うんうん、ね、はい、そうそうそう、こう結婚できる年齢の方とかがね、ね、うん、そうそう、老健とかだと、うん、まあ完全にお金目当てみたいな、ね、そうありますね、ね、80、90年の方と結婚すると大変ですから ね、はい、ね、老人保健施設っていうところが ね、あるんですけどその説明してくれるのに、そちらのね、うん、方とやるとね、そういうことになるらしいです。そうですね。で、まあまあそういう風にね、うん、患者さんと付き合いはあるあるね。ね、そう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 。ありますね。うん、いるな。いますよね。意外にいますよね。いますね。それはあるね。シューピーが黙っちゃったら次の話題行こうかな。はい、行きましょう。なんか考えてしまった。なんか含みがちょっと、ね、そう、なんかね、まあまあ、まあ、いやらしい。いやらしいんですよ。いやらしい。まあ、シューピー基本いやらしいんで。うんうん。間違いない。そんな分かりきったことなんで。あ、それあるあるですね。うん、シューピーがいやらしいというのがある。グスラジのあるある。俺がいやらしいはあるある。いやらしい。だってもうキンパですもん。そう。髪型キンパですもん。まあ、チャラいし。うん。チャラいのは別に ね、髪だけですよ。あ、違うか。もう言ってる発言からもう自分はチャラい。フォローできない。するわけがないよね。するわけがない、ね。するわけがない。本当に、ね、本当に。いやいや、そんなことないよって言ってほしいな、たまには。はい、というわけでグスラジではですね、お客様からのこれどうしたらいい、これが知りたいなどの健康に関する疑問質問、番組への感想をお待ちしております。メッセージはグスラジ@gmail.com、グスラジ@gmail.com まで、いただくか、Facebook やグスラジとかのホームページとかでね、メッセージお待ちしております。というわけで本日はですね、忘れてました、やぶさちからのペアチケットプレゼントがありますので、Facebook ライブとかでもですね、はい、ありますので、うん、センベロペアチケット欲しいってね、うん、言ってくれたらですね、はい、お渡ししますので、はい、チュンチュン堂のね、うん、センベロペアチケット応募お待ちしております。よろしくお願いします。というわけでね、うん、話戻りますけども、医療職あるあるということで、はい、接骨院って学生さんから働くよね。そうですね、多いですね、うん、学生さんが働くっていうのはちょっとなんか受付とかから始めたりとか、うん、そうそうそう、施術は入んないですけど、助手みたいな、完璧に助手、なんか多いですよね、うん、あ、そうなんですね、受付さん、うん、あ、そうですね、あるある、そう、学生さんの時にバイトするし始めるのがあるあるですね、あるある、確かに、うん、っていうのがなんかあるあるかなって思いますね、うんうん、PT は、あ、でもあれか、シューピーはバイトしてない買った学生時代。あ、学生やってないですね。やってないもんね。3年生は厳しいですよね。そうですね、さすがに試験が近くなるとやらない、あ、やらないんですけど。やってた？あ、自分はやってなくて、うんうん、
ただその余裕が、まあ、夜間あのリハビリの学校って中間部、うん、夜間部があって、うんうんうん、その夜間部っていう人たちは、まあ、昼余裕があるので、うん、昼仕事して、うんうんうん、夜勉強してみたいな、そういうのはあるかもしれないです、うんまあ、ちなみに自分の学校は4年生だったんですけど、中間部で4年生なので、はいまあ、大学みたいな感じなので、うん、普通に自分バイト3つぐらいやってましたね。 あすごい。 いや3つやって学校みたいな、うん、学校行ってたんですか。うんうん、行ってた、多かった。みんなめっちゃバイト稼いで、でもたまにほとんど学校で授業受けてないって言ってましたよね。受けてる受けてる起きてなかっただけ。そう、寝てた寝てた。そういうことですか。あ、いや興味あるのは起きてましたよ。あ、言ってましたね。好きなこと、そう、好きなことはダントツでやってた。なるほど。あ、か医療系あるあるですね。好きなことは あのとことん好きとね。あ、なるほど。あるあるでいいのこれ。あるあるじゃないですか。ない大丈夫、まあ、あるあるかもしれないですね。ね、うん、いやだって、うん、道歩いてる人のね、私も歩き方とか筋肉、ね、あ、この人の筋肉めちゃくちゃいいなって見ちゃいます。そうですね、なんかあの、まあ、専門学校の時に、はい、その歩行分析っていう理学士 の、 その、うんうん、特徴の一つで歩き方を分析するのがあるんですけど。うんうん、自分たち1年の時からやったんですよ、うん、なのでもうずっとみんなで、ま、あの駅とかで、うん、あの人こうでこうでみたいのをずっとやってましたね。すごい、いいですね。そのなんか遊びながらじゃないけどやってた、うんうん、沖縄少ないですよね、人歩いてないですもんね。メインプレイスとみたいな、うん、何個かしかないじゃないですか、うん、歩いてる場所が、ね、確かにできないなって思うと、理学療法士のこう歩行分析って歩くね分析はしにくい件だなっていうのはありますよね。あるある、横浜そこじゃいますかね、人いっぱいいるからね。確かに捕まらない程度にこう ね見ていける、ね、そう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 、確かに沖縄次歩いてる人 100m 先にしかいないとか ね、 そうですね。であんま近づいてこうって見てるとね、そうそう、まあ危ない人、危ない人に見られちゃうね。完璧に、それ沖縄の損ですね。いらっしゃるからじゃねえな。沖縄あるあるみたいな、沖縄あるあるになっちゃった、ね、なっちゃったね。そうなんですよね、これ医療職あるなのか沖縄あるあるなのか分かんない部分もね、ありますよ ね、まあ、ちょっと混ざっちゃってますね。混ざってるかもしれないですね。そうですよね、沖縄ってね、そう、うんうん、やっぱコミュニティがいっぱいできやすいっていうところで、うんうん、ね、沖縄医療職ってなんか、うん、あのあれですよね、他の職種とかなり言語が異なるなっていうのはあれあるじゃないですか、専門用語が特徴的、まあいろいろあるのかな、 そのそれぞれの特徴分野があるのかもしれないですけど、うんうん、なんか解剖とかさ、ね、なんかそう、特徴的な通じない用語っていっぱい多分いっぱいありますね、ありますよね。でそれをあの間違ったらこう患者さんに使う人いますからね。あ、いますね。 そのままね、それでそれを注意されるっていうあるあるありますよ。あれあれ、それは通じないからねみたいな、新人の頃に、ま、学んだ言葉をそのまま患者さんに言っちゃって通じなくて、あの先輩にそれ通じないよって指導されるあるあるみたいな、ね、あるかも、あるあるです、通じないよみたいな、確かに、あ、そっかみたいな、患者さんキャトンとしてるみたいな、確かに、ね、確かに、あるよね、その用語がね、なんとか金とか言ってもね、どこですかみたいな、どこですかみたいな、難しいですよ、ね、うんうん、そう、これも伝え方もね難しいですからね、そうですね、うん、言語がね、うんうん、もう全然違いますからね、ね。ね、うん、でもそれ日常で使ってるとそれが普通だったのかって分からなくなりますね、確かに、うんうん、まあね。そうだ、あるあるってこう、なんこのなんだろう、うんうん、理学療法士とか作業療法士とかってなんだろう、うん、このなんかオタク気質の人もいますよね。オタク、あ、中にね、そう、なんかこだわり強い人すごい多いですね、うんうん、多い多い、だそういう人がでもなんかこう頑張るよね。でもそうですね、そういう人の方がでもすごい、まあ、あ、それでもどの分野も一緒なのかな。あ、オタク気質の人がなんかこう活躍しそうだよね。あ、でもそれもあるかも、うんうん、それもあるかもしれない、いわゆるスペシャリストですよね、うんうん、あ、そうですよね、オタクって言い方、まあ、でもオタクかな、こうね、そう、これにしかガーっていくよね、ガーっていかない、うんうんうん、人ね。あ、でもこれ医療職っていうか、なんか医療職じゃないかもね。そのそうか、なんかその分野のこうね、その分野だけじゃないか、でも医療職なんか特にそうかなって思いますよ、なんか濃いと思いますよね、うんうんうん、ある意味狭い世界ってなところもあるから、うん、ね、もうひたすらそういうばっかやってますもんね。そう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 、うん、そうじゃない、確かに多いですね、うん、でも私から見るお二人は、うん、ずいぶんすごい柔軟だなと思いました、今まで出会った医療系の方で、うん、うん、やっぱ職人気質ってとこもあって、うん、はい、これ、いや、この場合はこれとか、やっぱ好きなね、もの、好きな治療とかを突き詰めてる方が多かったので、うん、あ、うん、そっか、あ、でもまあこういう人いますけどね、そういますね、他の話は聞きません、聞きません、私はこれですみたいな、これです、
だからそう、そうですね、今までのあるあるを2人に覆されたっていう、うんうん、ああそうね、でもね、まあまあでも、なんだろうな、こう昔ながらのお医者さんとかは、うん、まだこれ多いかもしれないですね、うんうん、あはは、一切誰も聞きません、私が全てですみたいなのはあるあるですね、うん、あそう言いますね、昔ながら、まあ、それ時代なのかもしれないですけどね、うん、超職人気質の職人、うん、っていうのはありますよね、それはある、確かに一足聞かないね、聞かない職人気質の方がね聞かないんでしょうか、ね、それともやっぱ信念があるから、あ信念が、そうそう、まあそう、ね、もちろんそれは ね、うん、信念があると思うので、うんね、そこはやっぱすごい ね、それでもいいとこっていうか、うん、すごく尊敬できるとこです ね、そういう意味では、まあ、ジェネラリスト、まあね、幅広くいろんなのをね、うん、それをうまく活用できてっていうのはやっぱその玉順とかね、うん、そういうのがあるところだと思うんで、すごく、ね、尊敬しますよ私は笑ってますよ、今あの玉順尊敬しますよ、玉順に向けて言わないっていう ねアーユに向けて言う なんて私を見たと思ったんですよ、ね、微妙になんかアーユ見ながら何目線で言ってる、何を訴えてるのかなと思って、いやいやお二方尊敬するんですよ私は、こう喋りながらね、こうやっぱ引き出しが多いなっていうかね、喋ってシューピーは最初から思うんですよ、ね、感情がないよね、感情あるんですよ感情ないあるある、感情ないあるある、それシューピーあるあるなんであシューピーあるあるなんだ、シューピーあるあのね、患者さんも言われるんですよ、絶対思ってないでしょって、うん、いや思ってるんですよってキンパだ、あ目が細いからじゃん、なんか見えないんだ黒目が見えないから、ね、黒目見えますよ、たまに開きますよ、たまにたまにでしょ、眼鏡かけて余計ね、そう見にくいから、ね、開いたら開いたら、ね、そう開いたら開いたら受けるって言われるんですよどっちまあそりゃそうでしょうね、開こうとしたら受けるね、どっちがいいのってなるんでしょ、いやまあ突っ込まれるだけね幸せですよね、うん、幸せですよ、ネタになるってだけね、ネタになるね、都合がいい男です、そうですね、はい、あとはね、あの精神科医の、うんうん、まあ普通に調べたら出てくるんですけど、うつ病とかの率ある高くなるあるあるはめっちゃありますね患者さんに引っ張られる、あ引っ張られるとか、そういうね、医療職はあるんでしょうね、医療職あるあるじゃないですか、医療職あるあるですね、私たちもそうありますもんね、そうですね、うんうん、対人関係、まあ教職関係もそうですけど、うん、医療職でこうね精神的なきついね、うんうん、っていうのはありますよね、うん、ありますね、これあるあるですね、あるある、これ確かにあるある、持っていかれますね、持っていかれますね、それはあるね、ありますね、これはこう、まあ、まあ頑張ってねなくしていきたいところでありますね、うんうん、ね、活動としてらしたいなみたいなのありますけど ねその処置のね仕方を分かってたら、あそうですよね、なるほど、うん、ありますね、まあでもこれまあ医療職だけの問題じゃないんですけど ね、うん、対人っていうところで言うと ね、うん、そうどうしても生まれちゃいますからね、うんうんうん、難しい、生まれる生まれる、いやあるあるですけどね、はい、ということでですね、うん、結構まあ話進んで、また10分ぐらいなんですけどね、はい、まあ、一旦まあ、コーナーもあるみたいなので、はい、一回 CM 行きたいと思います。 CM の後は愛のコーナーです。南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち、10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りのお悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。
はい、ということでですねこの夏らしい音楽が流れてしまったんですけど、はい、早速、コーナー行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。今週のプチッとヘルスケア、久しぶりのコーナー、お久しぶりでございます。はい、このコーナーはちょっとね、ながら運動だったり少し健康にまつわるプチッとした情報をお届けできればというコーナーです。ね、プチトマト違うな。あれか、こういうやつね。まあちょっと久しぶりなんでささっといきましょう。はい、ね、今日のテーマは捻挫でございます。捻挫、はい、捻挫したことありますか？ありますね。ありますね。皆様、はい、ね、日頃捻挫してるような感じ。シューピーは心の捻挫をよくしている。うまい、うまい。それを言いたかった。すぐポキッ。それ言いたかった。ね、まあ私たちの専門分野でもあるんですけど、捻挫、はい、って一番ね、皆さん怪我の中でも多いんじゃないかなと。うん、そうですね、捻挫。ね、うん、思うんですけど。捻挫、うんうん、について教えてください。捻挫についてお伝えします。うん、はい、はい。皆さん捻挫したら何しますか？最初に。最初、まあね、この2人はね、うん、シューピーの場合はね、まあ、心の捻挫なんで、まずね、最初がちょっと変わっちゃうんですけど、そうですね、一般的な捻挫、足首とかですね、征服できないな、足首のやつ、ね、心はできないですか。足首のやつでいきましょう。足首の捻挫でいきましょう。あ、そう、じゃあそっちの方がいいですね。足首の捻挫はどうし、そう、なんかつまずいたりとかして起こることってすごく多かったりね、うん、まあ、あのスポーツとか着地だったりとかで起こると思うんですけど、大体が内反捻挫と言われるオーソドックスというか、内側にひねる、内側にひねる、はい、捻挫のことを言いますね。そうですね。大体この痛くて歩けないって方とかもいらっしゃると思うんですけど、まあ最初に処置は冷やしますね。冷やす、捻挫の基本でございます。これなんで冷やすんですかね、はい、あの炎症をとりあえず抑えたい。あ、なるほど。まあね、炎症をさせて治すっていう時もあるんですけど、うんうん、基本ライス処置という処置の仕方があるので、うんうん、さ、あのね、私たちみたいに専門的な目線で見ることも皆さんは普通はできないので、うんうん、基本的に、うん、あの冷やします。ライス処置対処をしましょう。すぐは炎症っていうのが起きるので冷やすことが基本ってことですね。そうですね。なるほど。で、できれば居上させましょう、うん、足を心臓より高く上げましょう。あ、なるほど。ということで、うん、やりますね、うんうん、で、コンプレッション圧迫しましょう、うんうんうん、っていうことを行いますね、はい、うん、あと何でしたっけエレベーション、エレベーションです。はい、上げる、上げる、上げる、そうですね。ね、まあ、そうですね。シューピーの心の捻挫の場合は、そうですね。温めた方がいいかな。ね。でも圧迫、そうですね。抱きしめた方がよくて、ああ、いいですね。コンプレッション、ちょっと上がってたらちょっと持ち上げてあげるっていう、うん、そうですね。あとなんだっけ、ライス、うん？なんだっけ。レスト、レスト、あれ、あ、休んだ、休んだ方がいい、安静、そうね、うん、心、安静、心がつまずいて捻挫したら、だけど私の心は、シューピーは休んで、うん、あのライスの中でね、温めだけ違いますね、そうそう、ね、だから私の心はアイスっていうことですね、はい、あれ誰もすごい高度空気がアイスになったわ、やべえわ、やべえわ、なんで誰も殺しちゃうアイスだわ、やばい。ちょっとというわけで、というわけでね、捻挫の対処でしたね、はい、ライスね、このライス処置をして、はい、あの捻挫ってほっとかずに、うん、きちんと、うん、あの相談できる医療機関だったり、うん、整骨院だったり、うん、身近に相談できる方に必ず、うん、あの相談をして、うん、しっかり治しましょう、うん、はい、ありがとうございます、ね、なるほど。以上、はい、私のプチッとヘルスケアのコーナーでした。はい、はい、ありがとうございました。ということでね、引き続きね、はい、じゃあここで実は12月に、まあ、はい、グスラチ、耳薬ラジオ終わるんですけども、はい、今日でアイが出演が終わりです。はい、お疲れ様でございました。はい、最後までこのグタグタ感が私の売りということで、はい、シューピーはね、アイどうでした？1年2か3ヶ月かな、1年3ヶ月ぐらい、うん、すごいなんかあっという間になりましたね、うんうん、本当になんかもう個人的な目標で喋るリハビリということで、うん、させてもらった面もあるんですけど、うん、ね、育休だとね、そうそう、なかなか喋んない、そう、うん、でも日頃やっぱ患者さんに目と目で、うん、
話すことって大事だなと思いました、うん、こう見えない現場でいかにね、うん、言葉のトーンだったり使い方だったりとか伝え方っていうのはすごい十分勉強になったので、またこれを、うん、あの現場に戻って皆さんに提供できるように頑張っていきたいと思いますので、うんうん、はい、はい、残りはシューピーと店長たまじゅんとあずあずで、はい、はい、お届けしてくれると思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。で、愛のね、会いたくなった方はですね、あの、まあ、YouTube で検索していただけると、どこの会に愛が見るのと、出てくるので、あとは、はい、愛は普段どこにいるんでしたっけ。普段は、うん、あの整骨院にいるので、はい、はい、ワイズケアとオロクラ編です、はい、オロクラ編かアメクラ編にいるので、はい、はい、ぜひワイズケアと調べてみてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということでね、そうですね、まあ、心の捻挫を良くしているシューピーですけども、うん、もう最後まで引っ張るんだもうしょうがないですよ、うん、そうですね、でもね、捻挫するとね、うん、やっぱその予防法を覚えるんですよ。それと一緒です。あ、いいことですね、うん、筋トレしないといけないですからね。そうですね、あの足のね、捻挫の予防は腓骨筋とかね、うん、筋肉鍛える筋肉がいろいろありますけど、ありますよね、シューピー捻挫するためになんか鍛えるとこどこ鍛えるんですか。うん、そうね、まずね、心をまず鍛えて、大事です ね, ね、というわけでもう早いですね、時間もね、はい、シューピーあと何分ぐらいですかね。あとね1分ぐらいですね。あ、本当に、うん、じゃちょっとね、グスラジはですね、うん、FM 那覇さんから毎週月曜日15時から放送しております、うん、収録放送、本日は収録放送ですけども、はい、Facebook や Twitter の生配信をしておりますので、うん、リアルタイムでグスラジをお楽しみいただけますので、よろしければ、拝聴してみてください、うん、で見逃した方はですね、 YouTube や Podcast などで過去の放送もいつでも聞くことができますので、うん、ぜひ耳ぐすいラジオと検索してみてください、うん、でもう生放送は終わってしまったので、あとは収録放送のみでお送りしますので、うん、12月までよろしくお願いします、はい、あと放送は収録があと1回ありますので、うん、その時にですね、質問できたらお答えしたいなと思いますので、はい、これが知りたい、どうしたらいいのなど、健康に関する疑問、質問、番組への感想をお待ちしております。メッセージはぐすらじ .780@gmail.com までいただくか、 Facebook でぐすらじと検索していただいて、コメントいただければチェックしますので、たくさんメッセージをお待ちしております聞こえましたかね、リスナーの皆さん、はい、で、ね、なんだっけ、あれ、センビロペアチケットですけども、はい、なんかね、シューピー話題が多いですけども、本日の当選者は、シューピー頑張れ3に3なら俺のメッセージだシューピーがね、まあ、シューピーの味方は意外と多いみたいな、多いみたいですね、シューピー頑張れ3に、なんかあの安心です。グスラジで一番このペンネームにされるのはシューピーですね。そう、多いですよね本当にシューピー頑張れ3に、うん、チュンチュン堂のセンベラビアチケットを渡しますので、飲みてください。おめでとうございます。あとでね、シューピーからあの、うん、送りますので、はい、はい、よろしくお願いします。直接に送らせていただきますいやー、というわけでね、いろしくあるあるでしたけども、はいはい、まあいろんなあるあるがありますね、うん、職種によって ね、まあね、いろいろいいあるあるを ね、いっぱい職種で作っていけたらいいなと思いますので、ね、今後ともよろしくお願いします、はい、お願いします。はい、この番組は、はい、はい、この番組は泉崎ファミリー歯科、チュンチュン堂 with やぶさち、沖縄健康追求ラボ、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りいたしました。はい、ありがとうございました。店長玉純こと玉城純と、はい、専属国の、シューピーこと中修二と、はい、気まぐれバリスタ愛でお送りしました。はい、ありがとう。はい、お疲れ様です。お願いします。また長さんもありがとうございました。